スタートしました、一戦です、うスタート12番アンタエウスですが、内から1番ランス・オブ・プラーナ、今日も出ていきます、外から7番のダノン・テイオー、3番手、3番、ルモンド、外に8番、コパノ・マーティン、内に2番のウーリリ、3番手集団の一角です、あとは4番、キング・オブ・コージ、9番のアントリウス、10番、セントウル、内から5番のケイデン・スコール。 その後11番、マイネル・フラップ後方に構えて6番、オール・ウィズウェルその後に8枠の2投13番、バンドギャルドは後ろから2投目ですそして12番のアンタイウスは最後方外回りコース3コーナーカーブ1番、ランス・オブ・プラーナリードを2馬身近く取っています7番、ダロンテイオーが2番手残り 1000m 通過あとは2番のウーリリ3番手、外にコパノ・マーティンサがラく3番、ルモンドです その後に4番キングオブコージ外から9番のアントリューズがポジションを上げていきます、最初の 1000m、1分0秒などで通過、馬群が凝縮してきました、後方から11番のワイネルフラップ上昇開始、連れて12番のアンタエウスも押し上げていきます、残り600の標識を過ぎて4コーナー、ほぼ一段で各馬殺到、これから直線構成と向かっていきます。 先頭1番、ランス・オブ・プラーナ、2番手、ダノンテイオー外からコパノ・マーティンと9番のアントリューズ、横に広がった争い、内に入っていこうと、2番のウーリリ、逆らく3番のルモンドです、前は1番、ランス・オブ・プラーナ、やや離れた外から追ってくるアントリューズですが、内から2番、ルーリリ、間から7番、ダノンテイオー3番、ルモンド、200を切った、そして5番のケイデンス・コール、外から11番、マイネル・フラップ、さらに外から13番、バンドギャルド、前はランス・オブ・プラーナが粘る、粘る、ウーリリが、迫る、迫る、ランス・オブ・プラーナ、ウーリ,リ並んで 3着13番、バンドギャルドあとは5番のケイデンス・コールランス・オブ・プラーナをし切ったかウーリリが迫ってここは2等接戦。